畑住宅、氷屋造りの町屋で店舗棟は明治2年頃の建築、京都市登録有形文化財、野口家住宅現時元年の退化後に再建された、京都市指定有形文化財、重要伝統的建造物群保存地区の祇園新橋通り、京町家とは1950年以前に京都市内に建てられた町屋を含む木造家屋である。 昭和40年代の民家ブームの際に作られた造語であり、江戸時代にこのような言葉はなかった。太平洋戦争中の米軍による日本の都市に対する無差別爆撃によって全国で多くの町屋が失われた。京都市は当初は原爆投下候補地とされていたために通常爆撃が限定され町屋が消失せずに残った。昭和40年代の民家ブームにおいて 高度経済成長期の建て替えによって減少し始めた町合校を観光や不動産資源とするため、現行の建築基準法が施行される昭和25年以前に建てられた京都市にある行政責任の及ばない古い木造住宅を一括りにして京町屋と呼ぶようになった。2010年8月、京都市が市内全域を対象に、 京町家の実態調査を行った結果、47,735件が残存しており、うち10.5%が空き家であると分かった。江戸時代の京町家は全体の2%で、明治時代のものも14%あった。また、中京区などの都心部では、1996年に行った調査に比べ、約2割減少していることも判明。老朽化や、 住人の高齢化が主な理由とみて、市は調査結果をデータベース化して、保存、再生の仕組みや政策づくりに反映させるという、京町家に住む所有者の多くは高齢者である。高齢者だけの世帯は35%を超え、子どもたちは別の場所に移り住んでいることが多い。そのため、相続が発生した際に、次世代に現状のまま引き渡すことができるかが課題となっている。 所有者の36%ができる限り残したいとの思いを持つ一方で、相続税の負担や維持回収費用などの問題点を懸念する声も多い。京都市は京町家の保存、活用を図っており、空き家の利用希望者を募集するなど様々な施策を打ち出している。2017年11月には京都市京町家の保全及び継承に関する条例を制定した。 しかし、室町時代の1467年建造と伝えられていたにもかかわらず重要文化財の指定がなかった河井家住宅が2018年に解体されるのを止められなかった。2016年度までの7年間で5600件の京町家が取り壊されたが、一方で京町家に住んだり、店を開いたりしたいという需要や京町家への滞在を希望する。 外国人を含む観光客も需要も多い。このため京町家の売買仲介、シェアハウスや店舗、宿泊施設などへの改修、運営代行を手掛ける地元企業も登場している。これらに必要な資金を、利回りを目的とした投資だけでなく、京都の町並み保存を応援するためのクラウドファンディングで提供する動きも広がっている。京都銀行、京都信用金庫、 京都中央信用金庫などの地元金融機関は、京町家の回収費用などを融資する専用ローンを取り扱っている。京町家は6つの方に分類される。2011年の調査ではさらに看板建築を追加している。2010年の調査では、総2回類型が全体の過半数を占め、看板建築も2割弱見られた。一方で、 三階建てはほとんど減存していないことが分かった。江戸時代半ばには現在残る形にのとなったとされる。外観は紅柄格子と呼ばれる色の濃い格子、虫かご窓、犬やらいなどが特徴的である。二階建てが多いが、平屋や三階建てもある。町屋の立地する敷地は、間口が狭く奥行きが深いため、うなぎの寝床と呼ばれる。 これは三県の間口を一県役として課税する、豊臣秀吉の税制に反発した形状であるという説がある一方、街路に都市住宅、特に平洋住宅が立ち並ぶ際には、古今東西でこのような細長い敷地の町並みが成立しており、京都に限らず各地においてもその形状が課税のせいだとする属説がある。京町家は在来広法と異なり、基礎に石を用い、 壁は、漆喰塗りかごの大壁作りや真壁作り、建物の構造材には次て、仕口、補保存を用い、台船、ラボ、くさびなどで補強される。在来工法では、基礎は、鉄筋コンクリートによる布基礎、新建材や木板の張り壁や、モルタル塗りの大壁作りが多く、継ぎて、手、仕口を金物によって補強される。 屋根は、おこりという傾きを緩やかな曲線にして、雨水をよく流し、印象を柔らかくしている。煙を外に出すための煙出しがあり、一文字瓦で、軒先のラインを揃える。今日家ちだけではないが、夏になると正字度が、すだれ度に変えられ、畳の上に、あじろと、とうむしろを敷いて、涼しくする。まじきりとして釣るだけの、座敷巣も使われることがある。 出格死と犬やらいあげてある状態のバッタン将棋将棋さん。玄関には走り庭は防ありがとうございます。